その最後のね、UJA の提言的なところも、はい、まあ、僕たちもね、外務で渡さんとかとも一緒に話しましたけれども、はい、そこやっぱりね、難しいところで、渡さん言ってるところことは、あの、もっともなことで、そういうことでね、うまくコミュニティと UJA がつながられたらいいなと思うんですけども、まあ、論文賞もそうですし、ね、ミッドウェストのような会もそうですし、さらにこれからイベント作ればできたらいいと思いますし、そうですね、コミュニティの皆さんが、幹事の方に限らず、他のメンバーの方たちが UJA に、まあ、加わってる、参加していることで、何かプラスになるものがないとね、何もないと、そうなんですよね、みたいなことになりますし、そうなんですよね。たまになんか連絡来るけど、それを伝えるだけだったら、ただ仕事が増えるみたいになっちゃいますし、そうなんですよね。スポンサーもね、あの、ミシガン金融会のように、他に NPO の法人化してなくて、スポンサー取りたいけれども、その受け皿に UJ がなってくれれば嬉しいみたいなところがあれば、もちろん、すごいどんどんいけると思いますし、そうですよね。そうですね。あと今回のビデオを撮ろうと思ったのも、やっぱりそのコミュニティの情報を発信するっていうことで、他のコミュニティの、今回ね、僕たちも話聞いて、それぞれのコミュニティって、まあ、UJ に参加してる、まあ、アメリカに限らず世界中のコミュニティってそれぞれ特徴があると思うんですよね。で、それぞれ、まあ、苦労していること、いい点とかね、困ってることとかってあると思うんで、そういう情報をシェアするっていうのもすごい重要だと思って、そういう経験をね、今回は渡さん最初にシェアしてもらって、すごい参考になりました。はい。あの、一つですね、あの、まあ、あの、河野さんとか足立さんが今頑張って大きく大きくいろんな試みを入れて大きくされようとしているその論文書とかミッドウェストカンファレンス、高田さんも私もあの関わった、まあ少しまあ、私はもう本当わずかなんですが関わった人間として大きくやっぱ成長してほしいという気持ちはあるんですね。ただその一つやはり、まあ、先ほど言いましたようにその実際にじゃあ各州で運営に携わる人は、まあ、各州の日本人コミュニティの幹事の方だったりするわけなんですけれども、やはりね、あの、一つやっぱ懸念がありまして、はい、皆さんが肌で本当にこの賞とか大事だ、っていうかもう自分の、その、なんていうんですか、次の職探しにそれを使いたいとかいうことを皆さんが肌で感じるようになったときはもう、そういう心配しなくていいんですけど、やはりこういうその最初の創世期の時にはですね、あの、本当にこれって意味があるのかな、雑用させられてるんじゃないのかなっていう気持ちにやっぱり運営側がなった時にちょっと難しいんじゃないか、特にそういう時にパワーアップさせようとすると新しいまた仕事がそこに降ってくるわけですよね。でこれはまあ私もどういう例えがいいのかなってずっと思ってたんですけど、まあなんかバランスの問題だと思うんですよ。例えば、まああのまあ、メルセデスベンツっていい車じゃないですか、はい、まあ、500万とかそれぐらいするかもしれないんですけど、でもう、ま、この辺にいる人たちに全員試乗させたらみんないいっていうのは間違いないんですよ。だからそれは UJA の論文賞とかそういうミッドウェストカンファレンスという取り組みがですねいいというのはもう間違いないんですよ。それは誰もが認めるんですよね。実際それは今年のミシガンで開催した時アンケートを取ったんですけど、多くの方が次も参加したいっていうアンケート結果だったんですね、はい、ただじゃあそれをベンツを買うかっていうのは、この会の金融会とかの運営でいうと、じゃあ実際にそのミッドウェストカンファレンスとか論文書を運営する側に立ちますかってことにと同じ問いだと思うんです。その時に、いや、じゃあいい車、ベンツはいい車だけど、じゃあみんなが100人いて100人がそれ買うかって、そうじゃなくて、いや、私は軽自動車でいいや、僕もコンパクトカーでいいや、なんでかって、それはいろんな理由があると思うんですけど、いや、別そこにそんなお金は使わなくていいしっていう気持ちがやっぱあるからじゃないですか。でやはりその 2,3 年決められた間に自分のキャリアをそこでもう一生懸命もう燃え尽きるまでやって、はい、なんとか次のポストを見つけなきゃいけないっていう人が幹事になってた場合には、はい、自分がそこに出してなんとか自分がそこの論文賞とかミッドウェストカンファレンスの機会を使って職探しをする人がいるかもしれないですけど、なかなかじゃあ人のためにっていう気持ちにはならない人もいると思うんですよね、はい、だからそういうなんていうんですかね、みんながついその運営の人たちもついてこれるスピードである程度拡大をしていかないと、拡大をしていくスピードを一気にちょっと上げてしまうと人々が一気についてこなくなって、そうしたらやはり先ほど3人で話している時も皆さんアグリーされてましたけど、こういう論文賞とかミッドウェストカンファレンスって素晴らしいもの、ずっと長く続けていく必要があるわけじゃないですか。
でもそれまで途絶えてしまったら、あ、何の意味もないっていうか、最初の目的も達成できないってことになっちゃうので、ね、まああと今のと関係して、まあね、今回私さんとかね、今高田さんとかすごい盛り上がって、ミッドウェストとか論文賞とかね、近藤さんも含めて盛り上がってますけど、その海外で難しいことって大体皆さんね、ミシガンであれ、シカゴであれ、ボストンであれ、留学してまた移動しなきゃならないっていうのがあって、それが比較短期間で起こるっていうのが、ターンオーバーが早いっていうのがすごいキーになるところで、一時期やる気がある人がすごいいて盛り上げても、その人が次に引き継げないとなかなかうまく進まないっていうところがあって、はい、その点から言うと、まあ渡瀬さんね、今引き継ぎとかされて、まあ引き継いだ後ね、見守る立場になってると思いますけれども、その渡瀬さんの経験とかで、その引き継ぎどうやってらうまく引き継げるか、まあもし答えがないとしても、どういうことがポイントになるかみたいなのとかってありますか？何か、まあ、一つはですね、やはり相手のことをお互いに知っていないと、まあそのやっぱりプラスアルファで研究以外に仕事が、まあ、幹事を引き受けるってことが降ってくることなんで、はいはい、やはりお互いがある程度その人間関係がないと、頼んでも引き受けてくる、でくださるってことはないと思うんですよね、はい、だから、まあ、私もその幹事になっている間1年間は積極的にやはりその、まあ、ミシガン金融課が開いたイベントに参加される方と交流を取るようにしました、でいろんな方と話して、性格的にあこの人だったら責任を持ってみんなのために働いてくれるんじゃないのかなとか、もちろんそれはお互い研究者ですから、ある程度分野が違っても、あ何年今後いる予定なんだなとか、それがある程度余裕があっている予定なんだなとか、そういうのも加味してなんですけれども、で、実際に声をかけたのは4人打診、まあ、4人引き受けてくださったんですけれども、7人か8人ぐらいにやっぱ声をかけて、もちろん断られたりもしました。でなんですけど、まあ、最後は引き受けてくださったと。だからやはりある程度その引き継ぐっていう時にはまだ自分が幹事なので、やっぱそういう他のコミュニティの方と幹事の方とかも引き継ぐためには、まあ、やはりその会員の方、参加されている方とある程度自分から積極的にコミュニケーションを取って、パイプを作っていくっていうのが、まあ、引き継ぎには必要なんじゃないのかなと思いますね、はい、あと僕聞いてて多分難しいだろうなと思うのは、まあ、留学して、ね、3年とかで帰られる方もいますけれども、ミシガン企業家の場合には毎年毎年引き継ぐっていうのも、もしかしたらいい面もあるし、1年って割り切ってねやってくれるっていうの、責任持ってやってくれるっていう人もありますけれども、その引き継ぎの段階でまたモチベーションとか方向性とかもちょっとずつ変わるっていう可能性もあるっていうのがすごいね、そのチャレンジングで、僕もそれはどうしたらいいのかっていうのが分からなくて、僕個人的に考えてるのはできるだけ長くいてくれる人、ただ長くいるだけじゃなくて、コミュニティの上にマッチするような、社交的で運営もできて、どん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 盛り上げるポジティブなエネルギー持ってるような人がいればね、それの人がどん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 、まあ、何年かおきに変わってくれたらいいなっていうのは思ってるんですけど、僕個人的に考えてるのは、やっぱりそういう人ってなかなかいない。いい人がいてもすぐ日本帰ってしまって、どっか移動してしまってるっていうことが多いので、僕考えてるのは、やっぱり常に人にね、できるだけ多くの人と会って、そういう可能性がある人に。でも、そういう可能性が秘めてても、まだそのコミュニティ運営のノウハウとかって分かってない、分からない人とかもいるので、できるだけそういう人が早く、であんまりね、多くのこと大変にならないように徐々に馴染んでもらって、そのうち徐々に楽しんでやってもらえるような人、だからそういう人がなかなかいないんであれば、例えば 1% とか 0.1% しかいないんであれば、 0.1% しかいないんであれば1000人に声かければ絶対1人はいるわけなんで、僕はできるだけそういうふうに多くに人に声かけたり巻き込めたらいいなとは思ってるんですけども、はい、コミュニティによっては、さっき言ったようにノースダコタとかって日本人があんまりいないコミュニティであれば数人しかいなくて、それでまあすごいモチベーション高い人が例えば UJ 入るとか、なんかコミュニティ盛り上げたって言っても抜けてしまった場合には、また次に引き継ぐ人がいないみたいなことが
起こりうるっていうのは今までね、残念ながら UJ に入ったけれども、その後コミュニティとして存続できなかったコミュニティとかもあると思うので、そういうところも、ええ、今だったらね、こういうふうに Zoom とかオンラインでもね、コミュニティとかサポートとかお話ししたりとかっていうこともできるし、今回の私さんの話とかをね聞いて、その自分たちのコミュニティに合うように使えるノウハウを使ってもらうとかっていうのがいいんじゃないかなっていうのは思ってるんですけど、高田さんはどう思われます？そういうなんか意見とかあります？コミュニティをどうやって引き継いでうまく続けていくかみたいな。いや、まさにね、それが聞きたくて、実は匿名で出したつもりはないんですけど、無記名で出したんですよ。はい、つまり、まあ、メンバーと共にコミュニティが楽しくなるように行っているイベントやコミュニケーションがあれば教えてくださいみたいなことを、はいはい、まあ、前半の質問で聞いてるんですけども、まあ、まさにそれはもうほとんどのこの、私さんの話でカバーしてるんですね、で多分規模を増やすっていうのは非常に、まあ、僕らのノースウェスタンの医学部の勉強会は難しくて、特に、お医者さんの所属を持ちながら2年間のみ派遣されてきてる、まあ、無給で来てる人もいれば、まあ、向こうの日本から給料もらってる、ですごい短期間で来てるので、本当に、まあ、家族ほとんどいる方もいらっしゃいますし、忙しいと。で、まあ、日本人に関わるメリットって言えば、まあ、おっしゃってたように、家族が来た時の、まあ、情報交換、家族との交流、例えば奥さんが仕事してなかったら奥さん同士のつながりとか子供同士のつながりであったりとか、あと学校をどういうふうに、アメリカで学校にどういうふうに生かしてるとか、補習校を日本語を教えてるのかとか、そういうもう一連のこう毎日、まあ、月曜から日曜までの必要な最低限の情報を一気に共有できるんですね。だから、コミュニティとしてはそういうふうに維持できるんですけども、まあ、ただ、常に問題なのはやっぱり次の幹事をどうやって選ぶかなんですけど、僕らは基本本当に仲良くなるために、普段から常に勉強会の後懇親会もしつつ、それ以外にもグループごとに飲み会に行ったりもしてるんですね。で、新しい人が入ってくると必ずすぐに勉強会のことを紹介して、で、自己紹介を兼ねて、その人がどういうことが得意だとかどういう背景を持ってる人だとかそういうのを聞くんですね。でそうするとその段階で ある程度からどういう人か僕らも分かって、まあ、この人がどういうふうにこうこのコミュニティで、いろんな仕事、まあ、仕事じゃないけどいろんなこう、キャラを発揮してくれるかとか、事前にこう入った瞬間に分かるんですね。でそういう情報をうまく活用しながら、勉強会も兼ねて懇親会も兼ねて、まあ、かなり早い段階から来て直後ぐらいにどういう人が感じになるかを見定めてるというか、でそれを、まあ、今現幹事をやってくれてる片木さんが特に、得意で、まあ、人の見極め、あとは彼は人をつなげるのがすごく上手なので、何かあった時に僕これ困ってるんですよって言ったら必ず誰か知ってるんですね、片木さんは、でそういう、人と人とのつながりがやはり非常にメリットになってて、困った時に必ず出口があるというか、そうすると自分も、まあ、こういう環境に自分がもし置かれた時に誰か困ってる人を助けたいとか、あとはその同じようなネットワークを自分も利用できるようになるとか、幹事になるとおのずとメリットができるような雰囲気に作ろうとは努力してます。そうですね、皆さんで、はい、僕も、同感で、皆さんなんとなく幹事とかやるっていう時に、まあ本当にね、根からそういうのが好きでネットワーキング好きでみたいな人でいいですけど、そうじゃなかったらできる要素があるんだけども、そのコミュニティの必要性とか、ネットワーキングの必要性っていうことに気づいてなくて、で、多分ね、高田さんも私さんも僕も気づいて思うけど、最初はコミュニティやるとき、まあ、なんとなく誘われて、まあ、誘われて興味あるからね、どういうことになるのかとか、気づながらやってみるけれども、やって気づいたことって、やっぱりいろんな人と知り合えるっていうのがね、メリットあるし、幹事として何かの勉強会とかコミュニティのイベントをやるのと参加者として参加するって全然ね、そのつながりとか、まあ、得るものが違いますよね。そうですね。そういうメリットもだから人のためにもなってるし、実は自分のためにもなってるっていうのがポイントになると思うし、
あとは、まあ、僕たちもまだ研究者としてもね、道半ばですけれども、僕もそういうコミュニティとかやってて、まあ、いろいろやってると忙しくて、ね、研究の時間も場合によってはちょっと削ったりみたいなことやってると、そういうことやってていいのかなと思ったりすることはありますけど、まあ、日本から来た人とか、まあ、年配の偉い先生とかと話して、そういうことやってるんですけど、みたいな。意味あるんですかねみたいなことを話したりすると、それは意味ありますよみたいな、まあどっかで聞いたことある話かもしれませんけど、富士山ってどうして高いんですかみたいな、まあ日本の中でね、世界でトップでないけど日本で一番高いけど、どうしてそんなに高いんですか。でその先生言ってたのは、それは富士山が高いのはなぜかというと、裾野が広いからですよ。だから自分の専門性、僕であれば皮膚のメラノサイトとかメラノマ研究して皮膚科学とかってあるけれども、それがまあ高さだとすると、それを高くするためには、実は自分は皮膚科学、メラノサイト、メラノとは関係ないけれども、もしかしたら症状場合とかね、複製のこととか、そんなに自分のテーマとは関係ないことを知ることによって、より実は高くなることができるっていうのがあって、そのコミュニティの運営とか、運営まで行かなくてもコミュニティに参加するっていうのは、実はそういう幅を広げるっていう意味が、渡瀬さんも言ってましたけどね、その MBA の方とかね、うん、官僚の方とか話して、直接的ではないけど、将来的にはもしかしたら研究者をサポートしてくれるような礎になってるかもしれないし、うん、みたいなのがあるので、だそういうのを知っていくっていうのが、実は人のためにもなるし、自分のためにもなることなんですよっていうのを、知ってもらうと、あ、じゃあ試しにやってみようかみたいな。で、やってね、それが自分に向いてて得意で、うんうん、あ、楽しくなってみたいな方にやってもらえればいいし、そうじゃなかったらね、まあ、ただ参加者としてイベント楽しんでもらうだけでもいいし、でまずはそういうふうに、中にはね、そもそも参加しない、もう意味ないと思ってる人もいるかもしれませんけども、そういう人たちって自分の研究テーマをね、極めたいみたいなつもりでやってるかもしれないけども、実はその極めるためにも幅を広げることが大事だっていうことを知ってもらって、うんうん、まあ騙されたつもりで試しに回出てみようみたいな気持ちになってもらえたらいいんじゃないかなっていうのは、うんうん、感じてるんですけど、まさにその通り、まあ、最後におっしゃってたのすごい響きますね、うん、アメリカ来て、まあ、英語を、まあね、鍛えて、まあ、コミュニケーション力を鍛えて、まあ、ようやくネットワーク力がついたかなと思っても、やっぱり分野外の人とすごくまあ、同じぐらいのレベルで戦って話しするってね、非常に難しい。まあ学会とか海外とか行ったことある、人はほとんど分かると思いますけど、まあランチとかね、ディナーとかやると同じテーブルに全然知らない人とかいるわけじゃないですか、うん、でそうすると自分の紹介とか、あとは全然違う人に何か質問とかいいこう会話を生み出さないといけない時になって、うん、まあ、非常にね難しいですよね、あのネットワークするのって、うん、難しいですね。だけど日本人の間だけであれば、まあ、今持ってるこうなんていうの、日本人の能力と、あとまあ会話力がそのまま生きたままで新しい分野を広げることができますので、うん、だから多分単純に僕なんて多分この自分らのこのコミュニティに入ってなければ、例えば脳のがんのこととか、あとは麻酔のこととか、うん、あとは MRI を取って痛みの研究してる先生とかと知り合うことはまずなかったです、うん、だから非常にメリットがあって、研究の手法とか、あとはどういう人たちとコラボレーションしてそんな短期間で論文出してるのとか、そういう普段聞けないような話が、もうこんなの論文に書けないじゃないですか。だけどそういう裏話とかも非常に、うんうん、ここで研究で生きていくためにはすごい重要だなと。そうですよね。生きていくためにもね、研究だけじゃなくて、自分の専門だけじゃなくて、そういうノウハウみたいな情報をね、自分で、まあ、日本人のいいところでもあり、悪いところになるのも、どちらかというと日本人は職人かたぎで、自分で全部やって、うん、その道を極めたいみたいな、それはもちろん重要な要素なんですけれども、それプラス、ね、ちょっと、友達もうすぐ隣にいる人の研究内容を知ってれば、その人の専門で、まあ、専門の知識とか技術とか使えば、ちょっとコラボしたらもうあっという間にできてしまうみたいなことって意外とあったりすると思うんですよね、うんうんうん、あとは違う研究って言ってもやっぱりね、共通するところあるから、違う分野でも共通する概念があったりとかっていうのもあるし、うん、そういう知っといて自分の研究にとってもすごいメリットになるっていうのはあるの で、 そうです、ね、だからね、うん、その自分の道を専念して、まあ、極めようとしてる人であればあるほど、ちょっとね、ちょっとまあね、その、まあ、ある意味
こういうふうにね、もう閉ざされたようにいつの間にかそういうふうになって、そうなってるつもりじゃないけれども、一方向しか見えなくなってるのをちょっとね、その閉ざされたものをどうにかして覗いて、まあコミュニティとかに参加してもらえたらいいんじゃないかなっていうのを。そうですね。はい。で、最後になりますけど、まあ、はい、幹事のね、ミシガン企業界の幹事を経験してみて、まあ、今の中でもだいぶ話したかもしれませんけど、良かったこととか、大変なこととか、学んだこと、なんかありますか？さらに。まあ、良かったことはやはり人と、まあ、つまり、幹事をやる前には知り合うことができなかった人々と、まあ、知り合うことができたっていうことですよね。それによって今川上さんの話にもありましたけど、まあ、自分の裾野が広がったんじゃないのかなとは思います。で、あとはですね、良かったこと、まあ、あまり私今までの人生で人々のために何か役に立つというそういう役職ってやったことなかったんですけれども、やはりそのまあ、その人のためにやってあげてるんだっていう気持ちはないんですけれども、やっぱりやはり何かイベントを良くしよう、人をたくさん来てもらうためにはもう少しちょっと魅力的にしようということでやった時に、楽しかったよとか、やっぱ勉強になりましたとかいう、まあ、すごくありがたい言葉をいただいた時はとても嬉しかったですね。決して自分が、まあ、その忙しい中ちょっと割いた時間が無駄じゃなかったんだな、そしてそれがある意味その自分っていう人間はまた人に知ってもらういい機会になったんじゃないのかなって思った時だったので、それは良かったですね。辛かった時はやはり、まあ、私2018年に幹事だったんですけど、ちょうどその時渡米して最初の、まあ、自分のメインの仕事の論文のマニスクリプトも書いてたので、それと、まあ、ちょうど、まあ、あと私事っていうかそのラボのことなんですけど、ボス のハワード・ヒューズのリニューの年と全くぴったり重なってたので、大変ですね、それは。大変でしたね。私のペーパーはだからそのリニューの前までにこうなんとかインっていうかこうサンミットしたいっていうのがボスの意向で、でもう本当になんかそれと、あと、デトロイト商工会の、まあ、結局その年は NPO になるとか UJ に打診するっていう道も見つからなかったんですけど、まあ、いろいろ動かなきゃいけない、自分のビザも2019年の7月に切れる予定で、それまでにグリーンカードの申請をしなきゃいけない、もうなんか全てがもう立て込んでて、その中でこう幹事をやらなきゃいけないっていうのは少し大変な面ではありましたね。でもなんかある意味それを通したことでこうプライオリティライズするっていうか、そういうことは学べたのかなとも思いますね。そうですね、まあ、僕もね、はい、まあ、いろんなことをやってるとやっぱり時にいろんなことが重なっちゃうとすごい大変な時とかあるんですけどそうですよね、ある意味、はい、そのコミュニティの運営とかって僕最近思うのはその筋トレみたいなものかなみたいな、私さんちょっと大変な時期やると一気になるとやっぱり肉離れとか起こしちゃうけど、そうですよね、慣れてっていくと、始めた当初はね、例えば私さんであれば最初に一つの研究者の会と懇談会企画するだけでもうすごい疲れたみたいになるかもしれないけれども、そういうのを何回か違う会やっていくうちにもうなんとなくね、片手まで実験のね合間とかでもうオーガナイズして案内文送ってみたいな風になると思うので、最初は、はい、実験と同じでね、最初はパイペットさえ1ミリリットルうまくパイペットできないみたいなもの培養しても全部コンタミしちゃうとかっていうところがいつの間にかね、もう目つぶってもできるみたいな感じになっちゃうと同じように、だ最初のきっかけがねちょっと入って慣れてったら徐々にうまくできるようになるし、あとそういうことができるとね、また自分で何か始めてみたいとかっていう時も一からじゃなくて、まあ、ある程度ノウハウ知ってればテーマは違うけれども、その案内出したりとか人集めたりとか懇親会やったりというのを知っておけば簡単に何かを始められるっていうのはあるので、そういう面でもねすごい、そうですね、一つなんか背中を押してくれたのは、実はボスにはこういう活動してるっていうのは最後の最後、去年初めてちらっと昔こういう活動してましたみたいなこと言ったんですけど、それまで全くだから当時2018年とか言ってなかったんですよ。でなんですけど、ボスからその2018年なんか、まあ、本人も忙しかったからっていうのもあったと思うんですけど、週に1回話す機会の時にいつも言われたのが、はい、まあ、私はその独立した研究者になることをまあ目標にしているので、はい、PI になるためにはこうマルチワークができないとダメだよみたいなことは、ね、言われてたんですよ。で
まあ、はっきり言ってねみたいな、 PR になったらみたいな、あの自分の研究に割く時間なんてもう圧倒的に減るんだから、コミッティーミーティングに行かなきゃいけなかったり、ファカルティーミーティングに行かなきゃいけなかったり、そして家族のこともしなきゃいけないし、でその中で、あのいかにプロダクティビティを上げるかっていうことは、もうプライオリタライズをしっかりして、どんだけエフィシェントに動くかな。だから、ポスドクの時っていうのは一番こう時間が有り余ってて、なんかこのままでそのまま PI になれるとは思っちゃダメだよみたいなことは言われましたね。このままのやり方でやってて PI になっても、それはもう、あのいろんな仕事に忙殺されるんだったら全く研究できなくなる。だからそう言われたときに自分からは、あ、私も金融界のかこういう感じとかやってますみたいな言わなかったんですけど、 ある意味あのそういうこと、まあ、つまり PI になるためのステップの一つの練習にはなったんじゃないのかなっていうのは感じました、ね、それもすごい感じますね、うん、みんなね、PI になるまでやっぱり他の人のまあ、立場になって考えるとかって言うけれども、PI になるまではやっぱり PI の気持ちって分かんないと思うけど、そうですよね。まあ、周りの友達の人とか聞いたりとかやってるの見てるとね、意外とこういうのって、あと PI になったらね、さっきのとつながるけど、なんかの会のオーガナイズとかするのも大事なね、業績とかステップになったりするし、だからそういう、あとは人をマネージするっていうことは、ある意味ね、ラボメンバーをリクルートしたり、マネージしたり、精神的なサポートしたりっていうのに、そうですよね。そういうのにもすごい、研究者としてもそうだし、人としてもね、次のステップに進むっていう上では、すごいいい経験になると思いますよね。そうですよね。で、実際にあの同僚のアメリカ人のポスドクは、基本的にみんななんかそういうあの研究所のポスドクアソシエーションの会 の、 あの、まあ、メンバー、コミッティメンバーやってたりとか、あとはそのなんか、グラッドスチューデントの女の子では、例えばそういう女性の権利とかしっかり守るためのやつとか、ユニバーシティワイドのやつとかに、みんななんか、その仕事以外にそういうのを、まあ、コミットしている同僚が結構多くいたっていうのも、あ、自分もこういうことをやってるっていうのは決して無駄じゃないんだっていうことにはなってましたね。そうですね。日本人だけどね、はい、その研究、自分の研究の専門以外は全部無駄だって考える傾向があるけど、実はそういうのが重要で、そういうことをやってた方が次につながりますよ、ね、そうですね。そうですね。あとやはり、あの自分の、まあ、いろんなこう努力によって、そのね、研究グループとか勉強会のやっぱカルチャーができると嬉しいですよね。なんかこうみんなに同じ意思が共有されて、まあいろんな意見が、変な意見出ても楽しい意見出ても、どんな意見が出ても、まあみんながこう、あのいろんな角度からあのサジェスチョンくれたりとか、あと後押ししてくれたりとか、まあそういうところがおそらく、まあ一人だけじゃなくて、多分みんなにあのまあいろんな意見を聞きやすい環境であったり、自分をこう自由に表現できたり、すごい大事ですね。なんとなく僕たちみんなコミュニティやってるから、マネージしてる目からなっちゃうけども、気をつけなきゃいけないのは、その、まあ、皆さんはそういう気持ちになってないかもしれないけど、知らないうちに僕たちがオーガナイズしてあげてるみたいな風になってしまうと良くないし、みんなが気持ちよく入って、僕のコミュニティでも気をつけてるのは、みんながフラットで、幹事はたまたまマネジメントやってるだけだけども、参加者と同じ立場でみんな、同じような感じで、まあ、同等の立場で交流できるようにみたいなのは、うんうん、あとは僕もあの、ね、質問にもちょっとあったんですけど、中にはどうしてもあの、ね、コミュニティに参加してくれない人もいますけど、僕もそういう人も別にその人の気持ちなので、別にいいとも、ね、悪いとも思わないので、ええ、だからそういう人たちはね、もし来たかったらいつでも来たい気持ちになったら来てもらってもいいし、来ないからどうのこうのとは思わないので、だそういう気持ちでね、いつでもオープンで、別に来ても来なくてもいいですけど、来てもらったら皆さんフラットな関係でっていう感じが、すごいそういうコミュニティを作れた、まああのシカゴのね、ノースウェスタンもミシガンもそういう会だと思うんですけども、そういう雰囲気をちゃんと作るっていうのがすごい大事かなと思って、本当にそれを思いますね。あの僕もあのどちらかというと最初は全く行ってなかった人間なんで、あのでもその時に帰るミシガン金融会があってよかったなと思いますよ、本当に今考えたら、うん、だからあの、まあ、こんな言い方あれかもしれないですけど、あのこういうコミュニティってのはある意味実家みたいな、あの、うん、学生の間友達と遊んでる方が楽しい時、そんな帰らないかもしれないけど、やっぱりちょっと辛いこととか
あうまくいかないなって時、なんか人間ってちょっと時間帰りたくなったりするじゃないですか、うん、でもそういう時に帰れる自分のホームがあるってのはすごく大事で、特にみんな、うん、あの外国にやっぱりいたらどっかやっぱり心寂しい瞬間っていうのは誰にでも訪れるとは思うんですよね、うん、そうですね、確かに、うん、ポスドクとかで来てる人ってやっぱ研究忙しい、まあ、当然その今まで話してた通りなんですけども、あのまあ、ビジネスの付き合いっていうのは割と多いですよね、コラボレーションで、まあうん、結構お互いがこう時間なかったりとか忙しかったりとか、うん、そうだよね、利害関係とかあるのとはまた違いますからね、そう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 、でそれとは全く別の状況で海外で、うん、限定はありますけども、うん、まあ、そこでね、まあ、フラットな関係で付き合えるっていうのは、まあ、メリットが大きいとは思います。そうですよね、そうですよね。あとはもう一つ、あと二つありますけど、一つ学んだこと、まあ、いろんなことあって学んでね、今日もだいぶ話されたと思いますけど、まあ、今日話されたことでもさらにもう一回言いたいこととか、まだ言い忘れたこととかあります？もう全部話したことなんですけど、まあ、だから一つはマネージメントですよね、はい、それは自分に対しても他者に対しても、はい、それはあの同じ感情をやっているメンバーに対してもですよね、やっぱり人間なんで、あのこういうことをお願いしてるんだからもっと早く動いてよとかいう気持ちはやっぱり、いや皆さんやっぱり少なからず思うときはやっぱりチームで動いてるときはあると思うんですけど、でもそういうときにやっぱりあのそういう言い方をして、もうなんで動いてくれないのみたいなことを言って人間関係が崩れて組織が崩壊したら、まあ意味がないじゃないですか。だからなるべくやはり動いてもらえないときとかには多分私の言葉が足りなかったりして、まだ本人その方がまだ納得されてないからあまり動きたくないって思ってるだけなんだなっていうのを感じて、であのなるべくあのこれがやっぱ大事だっていうのはお互い同じ温度で分かるようにして、うん、あの動いてもらうとかいうのを学んだのはこの、まあ、感じを経験してからですね。なので、まあ、自分の時間のマネジメントだけじゃなくて相手に対しても、そして組織に対してもっていうマネジメントなんかを学んだことの一つですね。確かにね、コミュニケーションとかもすごい大事だよね。ま、そうですね。研究者だったら、下手したらね、自分の、まあ、症状媒相手とか、マウス相手とかね、細胞相手にしてれば、研究だけだったらいいから、そういうところにはコミュニケーションいらないけれども、やっぱりね、人間はね、人間なぜいっぱいいるかというと、一人じゃ生きていけないからね、そうですね、いるわけで、そういうコミュニケーション能力を、研究者ってどちらかというと、コミュニケーション取るの苦手な方が多いと思うんですけども、それでもね、コミュニティ入って徐々にでもいいから、一気にね、うん、何でもみんな社交的で誰でも話せる、誰でもつながるみたいな風になる必要はないですけど、そういうスキルちょっと持ってるっていうのも、自分の研究をね、極めるのにすごい役立つと思うので、そうですね。自分のためにとも思ってやるようにしたらいいと思いますね。そうですよね。あとこれ最後の質問にしようかと思うんですけども、まあ、ミシガン企業界の、はい、幹事を終えて、まあ、また今後いろんなところでコミュニティとかに関わったりとか、自分で場合によって立ち上げたりとかっていう可能性があると思うんですけども、今後の渡瀬さんのジェネラルなコミュニティに関するどう関わりありたいとかどうしたいとかっていうのがなんかありますか？そうですね、まあ、具体的にはまだないんですけれども、はい、まあ、その自分のキャリアをやっぱ進めていく上においても、それは例えばその私が例えばミシガンから違う場所に移ったところでのコミュニティっていう捉え方だけではなくて、ただ職業的なその立場でもコミュニティを作らなきゃいけない時ってあると思うんですよね。まあ、それはまあもう単純な意味で言えば、もう簡単な例で言うと、アシスタントプロフェッサーってなんかその、コミュニティミーティングなんかに入って別のラボの学生さんを見る一人としてとか、そういう時になんかその、まあ、だからつまりいろんな形のコミュニティの参加の方法ってあると思うんですよ。ただその時にやはり金融会の時の、まあ、幹事をやっていた時のモットーなんですけど、やはり問題意識を持ってやるってことなんじゃないのかなと自分では思っていたんですね。やはり特に私の場合も問題なんて最初からクリアでしたから、もうお金がない、新しい活動を始まった、やっぱそこが分かりやすかったからゴールに向かって走ることは簡単だったとは思うんですね。だからやはりその例えばコミュニティミーティングに出てアシスタントプロフェッサーとして、やっぱり問題意識を持つってことは、やっぱりこの
研究っていうのはやっぱ自分が責任を持ってる一人なんだって思ったら、うん、もう少しこうした方がいい、わした方がいいよっていうのは、うん、ただ座ってるだけじゃなくてやっぱ、うん、サジェッションするようになるじゃないですか、うん、だからそういう自分の今できる範囲で能力でやはりその人のためにとかやるっていうことが、まあ、すごく大事なんじゃないのかな。それが最終的には自分にも返ってくるし、自分にもいいベネフィットをもたらすんじゃないのかなと思いますね。なるほどね。はい、まあ幹事とかやるにただなんとなく入るんじゃなくて、自分がそのコミュニティでコミュニティのためにもなり、自分がやりたいことを目標を持ってやるのかと。そうですね。そうですね。まあ、それと関連してちょっと近いような感じですけど、僕いつもコミュニティやるときに思ってるのは、自分も何かの会とかコミュニティに参加しようっていうときにも参考にしてますけど、やっぱりそのコミュニティ、ミシガン企業会であれば何を目的にしてるとか、そのクリアで、その会の目的みたいのがしっかりしてるようなコミュニティの方が、まあみんなも入りやすいし、まあ参加するとかっていうのも、決めやすいみたいな。なんとなく、例えばミシガン企業会っていう会ですよね。聞いても、なんかイメージできない。それだけ聞いてても、名前だけ聞いてもイメージできないみたいなのがね、あるので、そういうのも、まあちょっとね、話ずれますけど、そういうのもすごい重要かなと思うし。あとはそのこれとちょっとはい、はい、どうぞどうぞ。はい、あと僕今の点で、はい、どうぞどうぞ。あ、すみません、あの、はい、今の点でこれすごい重要だと思うんですけれども、あの結構そういう、まあ、ミシガンもそうですしノースウェスタン、ボストンもそうですけど、うん、結構その地域のそういう研究者のコミュニティっていうのは結構その、まあ、目的がはっきりしてるというか、つまり活動がそんなに実態がアクティブじゃなくても、はい、そのさっき高田さんもおっしゃってたみたいに、やっぱり そこで生活する家族とか、例えばその帯同してきた家族の人とかで、あのもう仕事を日本でやってたけど辞められて一緒に家族が留学するかで来た人とか、やっぱりあの社会から、まあ、隔離されてしまうというか、コミュニティが一切ゼロからのスタートになるじゃないですか。でそういう時にやはり例えば子育てされてたら、子育ての情報をどうやって取ったらいいかとか、まあ、あの例えばお子さんいなくても、じゃあ英会話スクールどうやって行こうとか、まあ、そういうのって結局その地元のそういう研究者コミュニティから得られる情報って多いと思うので、うん、そういう点からももう必然的にじゃあミシガン金融会に入ろうとか、うん、ノースウェスタンの会に入ろうとか、ボストンの居酒屋に入ろうとかなるとは思うんですよね、うん、だからなんですけど、やっぱり UJA っていうなると、もうやっぱりそこに目的っていうか、これが活動はどういうことを知ってますっていうのがはっきりしてないと、うん、なかなか、そうそうそう、だからそれは思ってますね。なんとなく日本人研究者をサポートするとは言ってるけども、どういう感じで、まあ、さっきの、ね、UJA の提言の話、このスライドにもなりますけれども、そこが難しいところで、まあそうですね、だから僕たちも UJA もずっと言ってるのは、まあ、UJA に参加してるコミュニティとかメンバーのプラットフォームになりたいっていうのは、掲げてるんですけども、うん、具体的にもう少し UJA にはどういうリソースがあるとか、まあ、NPO 法人っていうのが一つの、多分ねミシガン企業界によってはそれが売りに今回の場合になったと思うんですけど、UJA としてもうちょっとそういうコンテンツみたいな、論文賞もそうなるかもしれないし、 UJA のミッドウェストのカンファレンスもそういうふうになるかもしれないけれども、もうちょっとバラエティー、今のあるものにもあんまりね自分たちのコミュニティに必要ないというものもあると思うので、だそういうものを自由に使ってもらう、例えばね今 Zoom やってるけど、 Zoom みんな便利だから使うじゃないですか。これがないとね、やっぱり研究者としてもやっていけないから、セミナーにも参加できない、ラブミーティングも参加できないみたいな感じになるけれども、そういうふうに自由にフリーで提供して、皆さんがの活動、コミュニティとか個人の活動に役立つようなものを UJA は提供できるようにならなきゃダメだなっていうのを思ってて、これからもねちょっと考えていきたいなと思ってるんですけど、ですね、はい。まあ、今日のディスカッションを、まあ、通じて、あのこれを見てくださった方が UJA に対して、おそうなんだって気づいてくださったらいいですよね。あの今まで全くその知らなかったりする。あとはその UJA としても、 UJA がどういう団体でどういうことやってるんだっていうのがなんとなくね、論文書やりましてなんとかっていうのはあるんですけど、その内部の人とかね、まあ僕も、うん、ね、渡さんも関わって、高田さんもそうですけど、関わってる人のやっぱり人とか言ってることも、ね、実際に直接ライブではないけども、どういう人がどんなこと考えてやってるみたいなの伝わった方が
いいんじゃないですか。今日たまたまちょっと話変わりますけども、ボストンのブロードインシュートって MIT とハーバードのコンバインの、あのインシュートがあるんです。そこのセミナーでセルのエディターとかを呼んで、まあ、ちょっと、うん、あの話してもらいましょうみたいな。どういうハイインパクトの論文に出すにはどうしたらいいんだみたいなのとか、エディターの立場から、ね、投稿する方たちのメッセージみたいのがあったりとかすると、なんとなくセルって言ったらね、あのセルのマークと通すの難しいなぐらいな感じと、なんとなくリジェクトされるみたいなイメージあるんだけど、実際ね、そのエディターの人とかやると、やっぱりエディターの人たちもサイエンスが好きで、サイエンス研究者をサポートしたくて、できればいいものをどん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 リクルートしてアクセプトしたいっていうのを、まあそれはライブだけど、僕たち、まあ、主に、パネリストとして、セルジャーナルのエディターの何人かが、まあ、質問に対して答えるみたいな感じだったりする。やっぱりそういうふうにちょっと話すだけでも、感じがね、ちょっと身近に感じるみたいなのがあるんで、うん、まあ、もちろんね、みんな活動してるのは人間だけども、その人間がどういう感じか見えないのっていうのと、ちょっと見えて、どんなこと考えて、どんなこと話してるみたいな知ってるので、ちょっと全然感じが違うと思うので、今回の本当に渡瀬さんのね、ちょっと時間もかなりね、使っていただいて、話していただきましたけども、すごい、これが皆さんにね、UJ に参加してるコミュニティの皆さんとか、メンバーの方に、何か伝えることがね、できるんじゃないかなと、思ってます。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、時間だいぶオーバーしてしまいましたけど。最後に何かありますか。じゃあ締めの言葉なんか高田さんなんか。そうですね。締めの言葉ですか。いや僕も今日一番の驚きは高田さんが僕の先輩だったっていうことです。そういうね。発見も、ね、発見も、はい。いや、まあ多分フリーのプラットフォームをたくさん提供すると、多分 UJA としては非常に皆さんにメリットが出ると思うんですね。まあよくわかんないですけど、例えばまあ誰かを知り合いに見つけたいときに、あ、この人を知りたかったのに知れなかった、でも UJA の中にいた、まあそれが山中教授だったらすごいですけど、うん、まあそういう UJA の中にいた人ですごくこう研究者のステップを踏んで独立した研究室を海外で持ってるとか日本で持ってるとか、そうなった時に、まあ、僕もそういう話を聞きたいと、僕もそれ目指してるんで、うん、どうすればいいですかっていうので UJA がそれをつないでくれるとか、ね、うん、でもクリックするだけでその人にリンクがいくとか、多分そのホームページの活用の方法とか含めて、うん、売りになるとは思うんですよね、うん、まあ、佐々木先生もそうですけど、うん、まあ、他の多分 PI の方も多分そういうのの一つの架け橋になると思います。うん、それが UJ のいいプラットフォームに、それも確かにね、いい。でも今 UJ でやろうとしてるのは PI マップって言って、海外で活躍してる UJ が把握した PI の方の所属と名前とラボの情報みたいのをホームページでシェアしようっていうのも今考えてるので、うん、それすごい、僕は個人的にすごい賛成です、はい、すごい、活用してほしいです。あと UJ とかね、各 UJ に参加してるコミュニティの代表の方って、その地域の方を中心にいろんなネットワーキング持ってるんで、さっきもね、なんかに困ったらみたいなのがありましたけど、研究者もこういうところに興味あるんだけど、今度日本に帰ろうと思うんだけどみたいな感じだと、まあ、公募になる前に今度こういうね、人材の募集があるよとか、どういう人探してるよみたいなのとか、知らなかったらあんまり声かけづらいけど、知ってるからじゃあ試しにね、うん、アンオフィタルに軽く話したり、メールでね、自分のやりたいこととか、どういう人を本当に求めてるとかって、ちょっと連絡取ってみるっていうこともできると思うので、うん、キャリアにとってもすごいね、プラスになると。そうですね。はい。いいですね。非常にいいですね。メリットもあると思います。うん、はい。じゃあ今日もうね、3時間弱で。そうですね。これは、編集しないでアップしますので。だから、見てくれた人は、3時間弱見てくれたということで、はい。YouTube でしたっけ、視聴してくれた方は見ていただいてありがとうございました。また同じような企画 で、高田さんもね、ノースベスターの話もしてもらってもいいかもしれませんね。はい、あと皆さん見ていただいた方、どういう、今度他にコミュニティのことに限らず、どういうことを話してほしいとか、どういう人にインタビューみたいなの聞いてほしいみたいなのありましたら、UJA まで連絡いただければと思います。それではまた皆さん次の回でお会いしましょう。
私さん、高田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。